またお会いしましたね。霊界の語り部、稲川淳二です。これから私が体験したり聞いたりした霊の話をしてまいります。一人では決して見ないでください。いや、眠れなくなりますよ。いや、一人で自分は見てるつもりかもしれないけれど、もしかすると今気配感じませんか？そう、霊が来ているのかもしれない。霊が私の話を気に来ているのかもしれませんね。そんな時はね、怖がらずにどうぞ一緒にゆったりと聞いてみてください。あ、その人、あなたの懐かしい人なのかもしれませんよ。ねえ、では開演いたします。